はい、というわけで、シビックテックオンラインアカデミー、時間となりましたので開始したいと思います。よろしくお願いします。私、司会の、Code for Japan の関です。で、今日のゲストはですね、Code for練馬から青木さんに来ていただいております。パチパチ、はい、という、それでですね、テーマがですね、シビックテックと、アクセシビリティということで、実は今日使っている UD トークの開発者でもあります、はい、というわけで、はい、いろんな話を聞けるんじゃないかなというふうに思います。青木さん、まず最初にちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、はい、Code for練馬の代表を務めております青木と申します。それで、まあ、UD トーク、これで使っている UD トークの開発者でもあります。なんかこう、なんかの縁でこうシビックテックの方に関わることになってですね、今年、去年から今年にかけて結構なんか面白くなるんじゃないかなというふうに期待はしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、今日はシビックテックとアクセシビリティというテーマにしております。で、簡単にですね、青木さんの方から10分ぐらいですかね、プレゼンテーションを用意していただいてますので、そちらを見てからですね、いろんな質問をしていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで早速プレゼンテーションお願いできますでしょうか。はい、わかりました。はい、これスライドについてはHackMD の方にも貼っておりますので、皆さん、お手元で見ていただいても大丈夫です。おや、はい、今これですね、あ、出てます。はい、出てます。はい、でフルスクリーンにして、これで大丈夫ですか。はい、バッチリです。はい、はい、じゃあ、改めまして、Code for練馬の代表をしております、青木と申します。ちょっとまず、皆さん、今日参加されている方は、もちろん、Code for はご存知だとは思いますが、ちょっとその中でもですね、ちょっと練馬、Code for練馬がどういうふうな活動をしているのかってことをですね、ちょっと紹介、させていただければなと思っております。はい。はい、で、まず Code for練馬、まあ、みんなで練馬を楽しもうというところで、なんていうんですかね、僕も含めて、もうメンバー全員が練馬が大好きなんですよね。うん。なんかこれは結構練馬区民の特徴らしいんですけども、うん、もうなんかなぜか練馬愛がすごくあると。うん。というわけで、なんかもう、自分の住んでるところをなんか楽しもうじゃないかっていうコンセプト、まあこれがなんかCode for練馬にはすごくしっくりきたので、まあサブタイトルで、まあみんなで練馬を楽しもうみたいな感じでやっておりますと。うん、はい。で、まあ、Code for練馬とは、まあ、一応、IT× 地域課題っていうことでですね、まあ、東京都練馬区で活動するシビックテック団体と、うん、いうことで、まあ、IT とかデータとかですね、まあ、先端技術に触れることができる気軽な場を提供できたらいいかなと思っております。まあ、いろんな Code for を見てるとですね、もうオープンデータに特化したところもあれば、それこそお子さんとかと一緒に活動してるところもあったりとかして、まあ、本当にいろんなところを参考にしながら、じゃあ、練馬ではどういうふうな、人を集めてどういうことやろうかなというのは、うん、まあ、もちろん今でも結構模索中ではあります。はい。うんうん、で、まあ、ちょっと組織の概要ですけども、一般社団法人として活動しております。代表理事が僕でですね、今ありがたいことに正会員、参助会員合わせて40名ほど、いますと、はい。企業の会員さんなんかもいらっしゃいます。はい。で、活動場所はですね、練馬駅周辺の施設でやっております。うん、で、定例会が毎週第3火曜日の夜と。で、セミナー会が毎月どこかの、ね。はい。だから月に2回定例のイベントがあるというですね。はい、ちょっとお前らやりすぎだろって。すごいですね。イコール懇親会の数なんで、はい。だいぶ、どんだけこう飲み会好きなんだみたいな感じのですね、団体になっております。はい。はい、で、活動方針。共に考え、勝手に作るというですね。勝手に作る。なるほど。そう。これ Code for Japan の方にこの間来ていただいて、このコンセプトがいいんじゃないかみたいな感じに言われてですね。まあ、Code for Japan の共に考え、共に作るをちょっとオマージュしてですね。まあ、共に考え、勝手に作るっていうのが、こう、なんか連呼してるとすごく楽しくなってくる。はい、というふうな感じで、はい、やってますと。まあ、アイデアみんなで出し合って、なんか、できる人がやっちゃおうよ、みたいな感じでやってますと。はい。で、それで、まあ、活動内容が大きく3つあるんですけども、1つ目がですね、まあ、練馬区内のイベントの情報アクセシビリティの向上と、練馬区が主催でやってるイベントがすごくたくさんありまして、
まあ、そういうイベントなんかにちょっと参加してですね、例えばステージの、まあ、字幕を出し、指トーク使って出してみたりだとか、うん、なんかそういう IT を使ってですね、イベント全体の、まあ、情報アクセシビリティ、ここで言うとやっぱりコミュニケーションがメインになってきますね。例えば聞こえない方が来た時の対応とか、海外の方が来た時の対応なんかで、なんか少しでもこう、そのイベントの情報が伝わるようにっていうようなところでサポートを、まあ、していますと。で、この写真はですね、練馬区主催の UD パーク。練馬区がですね、ユニバーサルデザイン、UD ですね。これをちょっと推しているので、そういうイベントが12月の頭ぐらいにいくつかあるんですけども、まあ、その中の一つで、こう、サポートになっております。はい、シャツだ、ユニフォームを作ってるんですね。シャツをですね。結構これ着ると、一体感が出て、はい、いい感じです。で、活動内容にと。まあ、一応コード4なので、オープンデータの活用とか作成なんかで、まあ、区と共同の活動をしております。まあ、ちょっと今2つほど紹介しますが、防災情報、アラネリマップというものですね。まあ、練馬区はね、やっぱ練馬区のデータしか出してないんですけども、実は練馬区って結構南北に分断されていて、南の方の人は結構その下の自治体の方に避難行ったりとか、まあ、上の方、北の方は北の方に行ったりとかで、実は練馬区だけの情報では足りないと。なので、練馬区周辺をですね、アラウンド練馬という定義をしてですね、その辺の情報を全部集めてきて、なんかマップにできたら面白いかなというところで作ってますと。そうすると、実は練馬区は埼玉県にも隣接しているので、実は東京都だけのデータではできないんですよね。なるほど。ということもちょっと分かったりとか。あとはこの練馬オープンデータタヌキといってですね、練馬区に生息しているタヌキをマッピングするというですね。タヌキの置物です。置物の方なんですね。瀬戸物のタヌキの方ですね。はい。なんかオープンデータ、データを作るってことを皆さんに体験してもらいたいなと思って、こちらですね、うちの最年少メンバーの4歳のアキラくんがですね、プロジェクトリーダーになってまして、毎週末タヌキを借りに出かけるというですね、そういうようなイベントになっております。はい。一応これも定義をしてまして、公道に面しているところにあるタヌキをパブリックタヌキと呼んでですね、それをみんなで集めてくると。家の中にあるのはプライベートタヌキという意味でですね、それは許可を取ってくれると。なんかそういうので、こうデータを作成するとかですね、うんうん、プライバシーとか、まあ、パブリックであるとかってところの定義をちょっとみんなでこう学習するというかですね、うん、なんかこういうアプローチもちょっと面白いかなと思って始めてみました。で活動内容3はですね、さっきも言いました、定例会とかセミナーなどの月次のイベントを開催。やっぱ定例会とかがあると皆さん、あ、この日に来たらいいんだってことで、まあ、来やすくなるし、参加もしやすくなるかなというところです。はい。うん。で、結構内容に関しては、まあ、難しいというかですね、専門的なことも割と分かりやすくメンバーの方で工夫して取り上げたりとかしていました。はい。でですね、ちょっと特徴としましては、まあ、この UD トークってアプリを使ってですね、リアルタイム字幕すべてのイベントに、常設してやっております。で、その後全文記録を、まあ、翌日、まあ、早ければ翌日ぐらいに、Facebook グループの方に公開をしていますと。これ写真はですね、昨年の Code for Japan Summit の、はい、写真ですけども、まあ、本当にプレゼンの資料の横にですね、スクリーンを置いて、毎回字幕をつけてやっております。はい。なるほど。はい。で、今日、まさにこれ今日ホットな、ニュースですけども、なんと Code for 練馬の公式アプリを今朝、Android と iOS 両方ともリリースをしました。はい。間に合ってよかった。こちらちょっとなんかまた後で少し、詳しく触れたらいいかなと思うので、はい、これを答えさせていただきます。はい。はい。あとですね、これ、Code for 東京の榎本さんに来ていただいて、やった LINE のボットを作ろうっていうふうなワークショップの、後にですね、実際僕らでも、このアカウント展開して、今公開をしております。うんうん、まだ全然、賢くないんですけども、これからどんどん練馬の情報を入れてですね、自動応答のボットを作れたらいいかなと思っておりました。うん、はい。うん、で、まあ、今後の活動ですけども、まあ、練馬区主催のイベントに積極的に参加していきたいなと思っています。本当になんか調べてみると、自治体のイベントってすごくたくさんやってて、うん、で、やっぱり例えば、助成金の説明会だとか、
例えばその、なんて言うんでしょうかね、区からの案内の集めるシンポジウムだとか、なんか割とカチッとしたイベントもあれば、うんうん、練馬区で活動してるそういう地域団体集めて行う、なんかちょっと情報交換会とか、いろんなものがあるんですよね。なんかそういうところに、うんうん、行ってですね、この、まあ、この字幕のサポートをしたりだとか、こういう IT のサポートができますよってことをちょっと、広めていきたいなと思っています。うんうん、なんか結構これやるだけで定期的な活動ができていくんじゃないかなというふうに最近思っています。最近では割と練馬区の方からオファーが来るようになったので。そうなんですか。うん、そうです。うん。月1回ぐらいは練馬区の公式のイベントに僕らの名前で出てって、うん、協力をしてる感じです。うん、はい、うん。あとはですね、もうイベント自体の参加のしやすさについてはもう徹底していくと。もちろん UD トークもそうなんですけども、例えばやっぱりそのイベントのその時間に来ることができない方、うん、いろんな理由がありますよね。忙しいっていうのもあるし、例えば視覚障害、身体障害なんかで、ガイドが必要な方なんかはなかなか来れなかったりとか、あとはやっぱお子さんがいて夜開けられない方とか、そういう方のためにもズームで、生中継したりとかですね。それこそ全文記録の作成とか、あとはスラックなんかを使って、もうオンラインとオフラインの境目をなくしていくとかですね。そういう、もういろんな形の参加っていうのがあると思うんで、そういうのはもう徹底していきたいなと思っています。はい。あとはもう一般の方からもうプロボノの方まで、同じ場でですね、こう情報共有して、楽しめるなんか場作りをしていけたらいいかなと思っています。はい。なるほど。はい。というわけで皆さんの参加を練馬でお待ちしておりますということでですね。なんか東京都練馬区って非常にこう田舎という印象を持たれている方がいるんですけども、実はもう IT 最先端のですね、街でですね、ぜひちょっとそういうのを体験してもらいたいなと思っています。はい。で、この写真は、その、LINE のボットを作ったですね、ワークショップなんですけども、うん、実はちょっといろいろ指のサインが混じってますよね。これ。C だけじゃなくて、はい。はい。これね、手話なんですよ。コード4の C と、4で、これが練馬の手話なんですね、練馬。へぇー。なので練馬の手話ってあるんですね。馬なんですよ、馬。あ、へぇー。馬の手綱なんですね。はあはあ、実は群馬もこれなんですよ。そうだから練馬から群馬に行くってすごい手話でやるとね、めんどくさいんですよ。というわけで、コード4練馬と3種類、いるんですね。そういうことですか。はい。はいはい。なんかうちのメンバー手話ができる人も結構たくさんいてですね。はい。うん。なんかそういうのも混ぜて、こう、懇親会なんかがこう活発に行われてるという、なんかそういうインクルーシブな場も作っていけたらいいなと思っていました。はい。なるほど。というわけでホームページと Facebook のページがありますので、ぜひこちらご参加いただければと思います。そしてこのコード4ね、今公式のマスコット、マーメリーちゃんというですね、うんうん、多分オープンデータ詳しい方はどっかで見たことあるキャラクターだと思うんですけども、はい、パッカーンくんっていますよね。はい、妹です。実の妹です。実はうちのメンバーにパッカーンくんデザインした人がいるんですよ。あ、そうなんですね。本物です、本物これ。本物なので、はい、例えば、もし、他のコード4の方で、パッカン君の妹分、弟分が欲しい方はですね、言っていただければ本人書き下ろすと言ってますので。すごい、それはすごいですね。いいですね。そうなんですよ。はい。はい。はい、まあ、そんな感じで、コード4練馬区で活動しておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。紹介終わりたいと思います。はい。パチパチ。はい。はい。はい。ちなみにちょっとパッカン君を補足するとですね、公式の、まあ、あれは内閣官房かな。オープンデータの、マスコットキャラクターみたいなのがありまして、で、それがパッカーン君というもので、今出た、練馬の、キャラクターに非常にこう、似ているというかですね、まあ、制作者が同じということなので、そういうふうにデザインしたと思うんですけど、そのオープンデータのそのキャラクター自体が、オープンライセンスで提供されているので、まさにこういうふうに自由に使ってくださいというような、ものだですね。でよく、はい、講演資料なんかにも出てくるんですけど、こうデザインから作るっていうのはすごい素敵だなというふうに思います。はい、はい。ありがとうございます、はい。というわけで、皆さんも質問あったら、HackMD なり、このチャット、Zoom の、チャットから質問ぜひしていただきたいんですけれども、まずはちょっと私の方からいくつか質問させてください。はい。はい、そもそも、コード4練馬、始まりというのは、どういうきっかけで、どういうメンバーで始まったものなんですか？そうですね。実はまだできて1年経ってないんですね。
一応その3月1日に社団法人を、一般社団法人を作ったっていうので、うん、そこをまあスタートにはしてるんですけども、うんうんうん、まあ、そのちょっとぐらい前ぐらいからですね、なんとなく、こう、なんていうんですかね、市民活動、区民活動がしてみたいなというふうに思ってて、はい、でそれもちょっと実は僕、練馬区で、会社を経営してて、フリートークを販売してるんですけども、はい、まあ、このツール、練馬区も公式に、うん、このツールを導入してくれてると。だったらちょっと練馬区の地域団体の方に、なんかもうこういうツールを使って、まあいろんなことをこうやってもらいたいなと思って、まあ話しに行った時に、やっぱり企業の立場だと、やっぱ営利目的だとか、ちょっとこう一線分かれるというところがあって、ああ、じゃあどうしようかなと思った時にですね、ちょうど隣の新宿区で Code for 新宿を立ち上がってですね、それで少し顔を出してたんですけども、じゃあ、Code for どうやったら作れるのって聞いたらですね、うん、なんか名乗ればいいっていうふうに言われて、はい、それでまあ調べたら練馬で誰もやってなかったので、うん、まずドメイン取ってですね、はい、ドメイン取って、ドメインも取れたので、うん、で、だってドメイン取ればなんか誰かもしかしたらやりたい人がそれ調べてこっちに来るかなと思ったら、別に来なかったので、うん、まあ、だったらちょっと、はい、Facebook でなんか、ちょっと Code for 練馬始めたいんだけど、誰か、うん、ちょっとやれ、一緒にやってみたい人いるみたいな感じで、ポッと投稿したら、結構皆さん興味持ってくれて、なんか実は私も練馬区とか、そういうのもあって、じゃあちょっと始めてみようかってことで、まあ、キックオフでミーティングをしてみて、はい、うん、それでまあ、徐々に増えてってって感じですね。はい。なるほど。もともと僕自身が、その、オープンデータとかそういうのよりは、なんか、区民共同、市民共同みたいな形で、ちょっと、活動したいなと思ったのが、きっかけで、うん、まあ、それで、ちょうどいい冠があったなという、はいはい、使わせてもらった感じです。はい。なるほどね。そういうきっかけだったんですね。そうですね。はい。もともと、じゃあ、そういう、うん、うん、そういう、まあ、地域貢献活動みたいなのをしたいなと思ってて、ちょうど良いフォーマットの仕組みがあったみたいな。そうです、そうです。うん。うん、なるほど。はい、最初っていうのは、どういう、例えば活動の仕方とか、どういうふうにやっていこうかっていうのは、はい、まあ、どうやって決まっていったんですか？社団法人立ち上げるにも結構、ちゃんと人数とかも必要だと思うんですけど、どういうコアメンバーでどういうふうな意思決定をしたのかっていうのは、うん、そうですね。なんか本当その辺は最初手探りだったんですけども、うん、僕自身がちょっと別のところで、市民団体の活動経験はあったので、うん、まあ、パッと思いつくと、やっぱり月例の定例会と、勉強会かな、みたいな。はいはい、うん、なんか、とにかく定期イベントってすごくこういうのって大事で、うん、やっぱ、集まれるときに集まるだけだと、多分大体自然消滅していくんですよ。そうですね。うん、だからちょっと、無理して頑張っても、例えば、毎週第何曜、火曜日は定例会やるとか、うんうんうん、そういうふうなのが結構大事だなってことが分かったので、もうとにかく定例会と、そういう勉強会、はい、まあ、定期イベントを、まあ、ちょっと多めにやろうっていうところで、始めましたと。はい、で、それで、その都度、Facebook で募集したりだとか、うん、自分自身もなんかどっかに行くときには、その紹介をするようにしたりとかで、はいはい、うん、それで、まあ、徐々に人が増えてってという感じですね。うん、なるほど。はい、まあ、他の地域の Code for の活動を見てても、やっぱその定例会っていうのは非常に大事に、ているところが多いなと思いますね。うん、ですよね、うん。やっぱ大事だと思います。うん。ありがとうございます。はい、ちなみに今どういう属性の人がいるんですか？メンバーには。今エンジニアとか地域の。そうですね。結構まちまちですね。もちろんエンジニアも、まあ、僕がもちろんエンジニアなので、はい、エンジニアもいますけれども、はい、本当に言い方悪いですけど、言い方は別に悪意はないですけど、一般のおばちゃんだとかですね。おじいさんだとか、はい、うん、そう、それこそその、職業、仕事をリタイア、まあ、引退されて、はいはい、今、地域の貢献活動をやられているお年を召した方なんかも結構います。うん。そう、今、うちの、その84歳の全盲の方がですね、今、本当に毎回定例会に来てくださって、はい、まあ、その方は非常に、はい、アクセシビリティの世界では有名な開発者の方なんですけども、はい、うん、練馬区、在住で、はい、うん、そういう方なんかも来てくださってますね。ほう、で、はい、さっき4歳っていうのも。4歳、はい。その差80歳ってすごいですね。ですよね。はい。まあ、半ばネタ的に強引にしてますけども、家族会議みたいな感じもしてるので、はい。はい、うん。まあ、いろんな形で、
そのメンバーっていうふうな形で関わってもらえればいいかなっていうようなところですね。はい、結構かそのこういう活動ってそのダイバーシティが大事だとかですね、よく言われるんですけど、うん、特に、はい、あの高齢者とかにこの、うんまあ、いわゆる IT っていうところで、危機感があったりとか、なかなかこう、うん、ハードルの高さみたいなのが、あると思うんですね。はいまあ、今日のテーマもアクセシビリティですけれども、そういったところ、まあ、そのお年寄りとかが来てあの活動しているっていうところは何か工夫はしたんですか？そうですね、やっぱ参加しやすさでしょうかね、うん、やっぱりまず IT って聞くだけでちょっと抵抗されて、示すっていうか、ちょっとなんか構えちゃう方もいるんですけども、なんかそれこそ、じゃあ、全く今生活に IT がないかと言われると、やっぱ LINE 使ってますよねとか、スマートフォン使ってますよねみたいな、うん、なんかちょっとした気づきだと思うんですよね。はい、そう。で、なんか、アウトプットを、こう、わかりやすく、なんか伝えるってとこは結構大事なのかなと思ってて、なんか割とその技術系やってると過程をなんか説明しがちじゃないですか、でもなんか例えばそのホームベーカリー的な材料をボンと入れたら最後パンできるんだよみたいな感じのことが多分面白く IT を伝える方法かなと、でもちろんその高齢者が来るといっても実はあの高齢者の方でもですね、すごく日本の有名な IT 企業をリタイアされた方なんかもいて、そう、実は、そう、 うちの一個 の、 あの定例会のイベントで、自己紹介プレゼントをやってるんですね。自己紹介プレゼント。自己紹介プレゼン。そう。メンバーの方に持ち回りで、はい、自分の自己紹介を10分ぐらいプレゼンしてもらうと。おー。そう。まずやっぱりその、人前で発表するって機会ってすごく僕は大事だと思っていて。なるほど。で、なんかそれをやってみると、実は普段なんか来てる人がですね、こんな企業に勤めてて、こんなことをやったってことが分かったりとかするわけですよ。ただものじゃないなってことも分かったりとかするので、なんかそういう発見が結構ある中で、みんなこう話をし始めていくっていう風な。なんかそれで、みんな来てですね、次のまた来たくなるみたいな感じになってるかなと僕は思っています。自己紹介プレゼンってすごくいいですね。それは持ち回りで、じゃあ今日、次回は何々さんお願いしますみたいな感じで決まるわけですか？そうです、そうです。多い時は、その1回の定例会で3人ぐらい発表してもらって、もう、どんな形式でもいいですっていうふうな感じにしてます。例えば、本当にパワポでスライド作ってきてもいいですし、紙芝居で紙に書いててもらってもいいし、とにかく10分間、あるので、方法から考えましょうって、やってます。まあよく、やっぱりこう、なるべく多くの人が発言できるようにとか、その最初に自己紹介をみんなしたりとか、そういったことはよくあるんですけど、まあそれだとやっぱ時間足りないですもんね。で、その一人にフォーカスして、あなたのことをよく知りたいみたいな、そういったのはすごくいいなと思いました。なんかプレゼンテーションってね、仕事したりとか、もちろん関さんもそうですけども、ほぼプレゼンじゃないですか、はい、仕事って。そうですね。はい。でも、実はプレゼンって、そういう機会でもないと、やることってないんですよね。だから、コードフォン練馬で初めて人前で喋ったみたいなメンバーの方もいたりとかして、すごいドキドキしたとか、もう緊張で寝れなかっただとか。でもなんかそういう感覚ってすごく大事なのかなと思ってね。それを乗り越えた先に、なんか話が伝わったとか、なんか自分のことを知ってもらえただとか、そういう感覚は非常にこう、皆さんに持ってもらいたいなというか。なるほど。それは他の地域のイベントでも、それは使えそうですね。定例でやってるからこそできることもありますよね。そうですね。なるほど。ありがとうございます。はい。その今日のテーマのアクセシビリティですけれども、まずは UD トークを使っていますというのがありました。はい、で、そのイベントの補助みたいなもので、まずはその使っていく。そういったものを、他のコミュニティのメンバーもいろいろ手伝いしに行くってことですか？青木さんだけじゃなくて。あ、
そうですね。うん、うちからですか。はい。ほどほど練馬としてみたいな。うん、はい。まあ、今のところは、そのコード法を練馬として、うん、まあ、まとまってボンと行ったりとかするので、うん、割と僕が中心になって、はい、その団体と関わっていくことが多いんですね。うん。まあ、あとはそのツールの使い方なんかを教えに行ったりだとか、うん。うん、あとは実際うちの、うちに耳が聞こえないメンバーが結構いて、その人たちが練馬区のイベントに参加、うんしたいときに、はい、UD トーク使いたいんだってときなんか、はい、区と連携して、うちが教えに行ったりだとか、うちでサポートしたりとかみたいな感じの実績もあったりとかはします。なるほど。うん。まあ、なんかやっぱり UD トーク使って、はい、いろんなことをやるっていうアクセシビリティがメインではありますね。うん。ありがとうございます。はい、本当にコミュニティメンバーの中にね、そういう。耳の聞こえない人とかもいるっていうのはやっぱさらっと言いましたけどなかなかすごいことだなというふうに感じます。ありがとうございます。はい。そう、うん、僕自身がやっぱそのUDトークがもともと今もう、うん日本の企業の耳が聞こえない働くセクションの方とかのところですごく使われているので、うん、僕自身も聞こえない知り合いが結構いてですね、はいはい、そういうところで普通にこう喋ってる内容が伝わんないんだなと、うんうん、なんか本当に障害者の方とかに出会ってみると、うん、こんなこと考えちゃうんですよね。例えばイベントに参加した時なんかに、うん、ああ、このイベントもし僕が耳聞こえなかったら全く参加できないなとか、うん、もし僕が目が見えなかったらここ全然わかんないなとか、うんうん、例えばね、車椅子とかだったらまずここに来ることができないなとかって、はいはい、なんかもうそういうことがもうずっと考えすぎちゃって、うん、でもなんか考えすぎることは別に悪くないかなと思うんですよね。だったら、うん、少なくとも自分が開くイベントとか、まあ、自分が言ってることに関しては矛盾がないように、うん、してみようかなっていうふうには努めるようにはなりました。なるほど。はい。結構その、まあシビックテックの中でもよく言われることが、その課題を解決したい場合はその当事者と一緒に手を、うんうん、その考えるなり、まあ、現場で何が起きてるかをちゃんと見てから、うん、今やりたいことだけをやるんじゃなくて、その、うん、実際にこう、話をしたりとか、一緒にこう、課題に対して理解をする、共感をするみたいな、そういったレベルのことが非常に大事だっていうのをよく言われるんですけれども、うん、はい。そういったことにもつながってくるんですかね。ですね。実際僕、練馬区に住んでてもあんまり困ってないので、課題があんまり僕自身はないんですよね。はいはいはい、ちょっと練馬区本当に住みやすい自治体なんで。そう、だったら、なんとなく僕の中ではざっくり社会課題って、うん、なんか福祉か教育だと思うんですよね。ざっくり、ざっくり。で、そのうちの福祉に関してで言うと、うんまあ、障害者の方なんかに参加してもらった方が課題を持ってきてもらえるかなっていうところで。うん。まあ、例えばイベント開催して、聞こえない方が参加できないってだけでももう課題ですよね。うん、そうですね。うん。で、それを解決するにはどうしたらいいんだろうかってところで、一個課題解決の、もうネタが出来上がるっていうので、うん。うん、まずだから、いろんな方に参加してもらうってところで、すでに課題は出てくるかなと思ってます。うん。ありがとうございます。はい。あと、その、まあ、共に考え、勝手に作るってすごく素敵だなと。ありがとうございます。作るメンバーって、うん。青木さんは、ま、すごい技術者なんで、ガンガン作れると思うんですけど、うん、他のメンバーとかは作ったりしてるんですか？あ、そうですね。最近は、作ってますね。はい。ただ作るものが、特にやっぱ IT に限ったものではなくて、はい、例えばうちのメンバーの方で、大泉隠れ家マップっていうのを作ってる方がいらっしゃるんですね。うん。もうその方は本当に歩いて、大泉学園駅付近の、そういうちょっと隠れ家的なスポットを写真撮っていって、それを、はい、集めてると。なので、チラシなんかも作ったりとかして、ああ、こんな風にまとめるんだ、みたいな。うん。ちょっと今度そのデータを集めて、ちょっと、はい、いわゆるデータベース化してみようかな、みたいなプロジェクトなんかもちょっとやったりとかですね。なるほど、なるほど。そう、なんか別に作るものって、ね、いわゆる創作物なので、はい、IT に限らないかなと思うんですね。手段として IT が選べるものもあるっていうだけで。はい。なるほどね、うん。それはなんかどういうふうに、これやりたいっていうのが生まれてくるんですか？そういったメンバーが。うん、そうなるとですね、共に考えてもなく、勝手に考えて勝手に作るんです。なるほど。僕これやりたいわって言って、
そうですね、はい、例えば懇親会なんかでふと言ったのを、はい、こうふとこう発言が出たやつを、はい、僕がちょっと捕まえといて、はい、キャッチしといて、翌日スラックにボンと投げてみるとかですね、はい、うん、でなんか、まあ、勝手に作り出すメンバーもいるので、はい、じゃあこれをちょっと持ってきてコードホネリマでブラッシュアップしようかとかですね、はい、うん、そんな感じで始まることが多いですね。なるほどね、うん、じゃあそういったところをもううまくこう、はい、まあ応援するというか、後押し、うん、ちょっとした後押しをしてあげるみたいなことやる。そうですね。うん。はい。うん。すごく自然で、うん、楽しくやるっていうところが、うん、楽しくやってますね。うん、実はコードフォー練馬ってその、はい、よく聞かれるのが、コードフォー練馬じゃ何がしたいのって言われるんですけど、うん、ないんですよね。大きなプロジェクトとか掲げるものが。うん、なんかそれはそれでいいことなのかなと思って、うんうん、とりあえず集まってね、今のことについて話すだけでも楽しいし、うんうん、まあ、講師の方呼んで、そういういろんなことを知るセミナーをやるのも面白いし、うん、で、思いついたプロジェクトを、思いついたことをプロジェクト化して、うん、なんかその場でやってみて、うん、みんなが飽きなければ続けるみたいな感じで。うんうん、なるほど。そう。うん、まあ、そんな感じで、持続素敵ですよね、そういうの、うん、そう、逆に終わりのあるプロジェクトがないから続けれるみたいな感じのところがあるかなとは思ってます。わ、うんうん、かります、うん、なんか逆にこう課題だと感じていることとか、なんかもっとこういうことできたらいいのになみたいなのってあったりしますか？うん、ですね、別にそんな深刻な問題じゃないんですけども、うん、なんていうんですかね、練馬区の人、まあ、この方練馬自体がすごい内向きのベクトルが強いんですよね。そう、うん、なのでちょっと今年はですね、ちょっとメンバーを外に連れ出そうかなって思って、うん、おー、いいですね、はい、うん、もっとそう、外の世界を知ってですね、いろんなことをちょっとやってもらおうかなーって感じで思ってます。青木、うん、さんもすごい行動的ですもんね。そう、一応代表なので海外的なことをやって、こうコードホネリマに持ち帰ってはいるんですけども、うんうん、うん、そう、それを言うと別に特に今抱えてる課題というのは、うん、まあ、あったらなんかメンバーで話し合って勝手に作ればいいしっていうようなところですかね。青木さんは台湾とかに行って UD トークを、うん、提供したりしてましたけれども、そういうふうにこう外に行ったりとか、うん、まあ、このコード4の活動をしてから何かこう自分の中で変わったこととかって何かありますか？いやー、もう本当、僕はどっちかって言ったら人見知りな方なのでそうなんですよ。そうだから、うん、もうなんかコードフォーに関わってから、うん、非常に外に出るようになりましたね。そう、うん、まあ、まあ、引きこもりというか、どっちかって言ったら、はい、連絡が好きなんですけど、はいはい、うん、割と外に出るようになったし、うん、で、やっぱり今まで関わったことない人たちと関わりができるようになりましたね。うんうん、どうしても、はい、その UD トークのビジネスをやったときは、福祉関係が多かったんですよね。うん、それこそ自治体もそうだし、福祉団体も多かったんですけども、うんうん、なんかシビックテックっていうアプローチの人たちとこう出会うようになって、はい、うん、だいぶなんかこう開けてきたというかですね。うん、なんかむしろそういう社会福祉の課題とかはシビックテックの大きなその取り組むべきことなのかなとは思うようになってきて、うん、はい、でもやっぱり前向きに皆さん考えてくれるので、うん、うん、いいかなと思う。だから非常に僕はコードフォーとの出会いとかですね、はい、もちろんコードフォージャパンとか関さんとの出会いなんかは非常になんか今年、はい、去年今年と非常に僕の中で大きなことだと思ってます。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます、まあ、世界が広がったみたいなところですね。はい、コードフォージャパンとしても、まあ、今回のようにですね、うん、UD トークを当たり前のようにこう使わせていただいたりとか、はい、いうことで、うん、新しいまあ、サミットでもね、使わせていただきますし、うん、アクティビティとか、はい、まあ、よりこう多様な人たちが参加できる窓、うん、機会をすごくいただけて、はい、まあ、こちらとしても、うん、青木さんのおかげでいろいろ勉強できているな、というふうに思っています。うん、はい、そう言っていただけると僕も嬉しいです。はい、皆さん、聞いている皆さんもぜひ、途中から参加してきている皆さんもいますが、質問とかぜひ、チャットでいいのでコメントいただけると嬉しいなというふうに思います。ハック MD の方でももちろん OK です。
はい、というわけで皆さんからの質問を待ってる間、もうちょっとお話をさせて、うん、聞きたいんですけれども、はい、アプリ作ってましたよね。あ、そうです、そうです。はい、あれはなんかそもそもどうして、うん、というかどういう機能を持っていて、なぜ作ろうと思ったんですか？はい、ですね、まず僕らイベントをやるときに、出血を取るのは結構大変だったんですよ。はい、うん。まあ、紙に、まあ、Facebook の、はい、やつを、まあ、コピーしてきて、まあ、リストを作って、はい、で、まあ、受付作って、紙に書くみたいな感じでやってて、まあ、ありがちな方法ですよね。はい、そうですね。ただ、皆さん Facebook やってるわけでもないし、うん、結構突然来たりとかする方もいるし、うんうん、ただ別に出血自体はいいんですけども、懇親会の人数報告がですね、はい、重要で、それをどうしようかなーっていうふうなところで考えたときに、はい、じゃあ、なんか受け、イベント来たときに、うん、自分でアプリ使ってチェックインして、懇親会の返事までできたら、その仕事の楽になるよね、と。そう。なので自分たちの運営の課題を解決するために、はい、ちょっとじゃあアプリ作ろうかっていうふうに思いついて、そしたら、割とメンバーの中でも何人か、じゃあ面白いねってことで立ち上がって、はい、年末、そうですね、年末ぐらいからちょっと始めて、うん、パーッと作って今出した感じですね。素晴らしい。うん、はい、うん。そう、やっぱり Android 版も作らないとね、って思って。そう、うん。今 iOS と Android 両方とも出しましたけど。すごいですね。うん、そう。なので、まあこれを例えば、まあ、僕らの定例会とかセミナーとかに来てもらって、ホワイトボードにイベント ID って書いておくので、うん、それを入力して、懇親会出席するしないで、こう、パンとチェックインしてもらうと、サーバーの方にリストになってて、はい、で、懇親会何人行きますってので、チェックインし終わったら僕が飲み屋に電話しに行くっていう、そこはアナログなんですけど。そう。うん。なんか本当にその部分の、自分たちの内部の課題を、解決するために全力尽くした感じですね。いいですね。結構 Code for America がですね、Code for America がですね、まさに出席のカウントみたいなのをですね、やってるんですか？ API を作ってるんですよ。はいはいはい。うん、で、その API 経由で、出席した場合には、まあその、まあ、アプリとか、アプリでもこうウェブサイトでも何でもいいんですけど、参加ボタンを押すと、出血がカウントされるっていう API を実は作っています。なるほど。それはやっぱりこう、うん、彼らって結構その、例えば年次報告とかの時に、うんうん、Code4のコミュニティが全国で、どれぐらいイベントをやっていて、どれぐらいの人が参加をしていますみたいなことを知ってたいということで、うんはいはい、まあ、始めたらしいんですけど、はいはい、まあ、そんな感じでやっぱ、そういうふうにその過去に振り返って、うん、今年は何人ぐらい飲み会行ったねとか、うん、そういったふうにデータとしても使えるのかななんて思いますね。なるほど、はい、そうやっぱ記録も残していきたいんですよね、はい、この人はどれくらい出席しただとか、うん、この人前に着きただとか、はい、うん、それであとここからのアプリのその展望ですけども、うんうん、マッチングしたいんですよ。マッチング、はい、プロフィールを今入れる欄があって、うん、今名前しかないんですけども、うん、そこに、例えば使ってるパソコン、Mac、Windows、スマホだったら iOS、Android とか、例えば今、気になってること、興味があることなんかをこう、やってもらうと、例えば、こう、それを組み合わせて、まあ、マッチングして、隣の席に案内するだとか、例えば、こう、ワークショップなんかでテーブルがいくつかある場合に、なんか、例えば今回同じ興味がある人同士をこう、うん、同じテーブルにマッチングしてみようとか、逆に今度はバラバラにしてみようとかっていうふうな、なんかそんなような、こう、ことまでアプリでできるようになってくると、ちょっと面白いかなって。はい、なんかアイスブレイクが下手じゃないですか、日本人って。確かに。そう。でもなんか隣にこの人が座ったってことは、うん、なんか自分と共通の話題があるからこの人隣に来たんだなってふうになると、はい、そこでアプリ見て、プロフィール見て、いいですね、ここでちょっと今マッチングされたんだってことで、隣同士で話が始まるとか、なんかそこまでちょっとできたらいいかなっていうふうに思ってます。素晴らしい。うん、なんか、名刺交換の代わりみたいなことももしかしたらできるかもしれないですね。うん、そうですね。うん、はい、そう、こんなふうに。グループワークとかして、あの人と連絡取りたいけど、その後、Facebook とかで繋がるの忘れたみたいな。うん、そう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 。そういった時でも、後からでも連絡取れるとかって。そうそう。ね、うん、ね、うん、はい。ありがとうございます。
ちょっと質問が入り始めて、はい、うんね、はい、はい、はい、サポートしましょう。石塚さんから、はい、質問が入っております、はい、横浜市職員の手話犬が前から UD トークを使いたいと言っているのですが職場はなかなか導入してくれないと嘆いていました、はい、はい、っていうところですね。で、青木さんの勝手に作るを参考に彼ら自身が UD トークを使いこなせるようにするのが一番早いと思ったのでご指導いただけるとありがたいですという質問です、はい、なるほど。じゃあ練馬に来ていただきましょうかね。なるほど。まずは練馬に来て。そう。はい。うん、はい、まあそうですね。うん、まあ僕実はこの横浜市職員の手話犬の人は知ってるんですけども、うん、もう結構本当に3年ぐらい前からいろいろ話はしてて、はい、なかなか導入しないんですよね。うん、でやっぱり今 UD トークにしろそのやっぱりコミュニケーションのツールを今各自治体欲しがってて、うん、いろんなところに話はしに行くんですよ、はい、うん、ただやっぱその自治体によるんですよね。その首長がどういう方針でやってるかってすごい、はい、大きくて、はい、うん、そう、うん、なのでそういうところでこういうコミュニケーションを、コミュニケーションを課題と思ってるかどうかっていうのが、うん、なんか僕はもう当たり前に思ってほしいんですけども、はい、うん、なんかやっぱりそれが結構温度差があるなってとこなんですよね。はい、うん、はい、そう、うん。まあなので、ね、せっかく今コードフォー練馬を始めたので、うん、練馬にこう見に来てもらえると、すごくこう、練馬区とコードフォー練馬との共同の図なんかも見れるし、はい、いいですね、なんかそれがこんな風にやってる自治体があるんだよってことを、ね、例で持っていければ結構説得材料になるのかなとは思っています。うん、そうですね。結構他の自治体はこうしていますみたいな、うん、そういう事例って職員にとってはありがたいですよね。うん、そうそう、うん。なんかありがたいらしいですよね。うん、そう、うん、うん。私が関わっている、ね、神戸市も、うん、最近、窓口とかに UD トークを全部置くようにした。そうなんですよ。そうなんですよ。はい。はい、もうありがとうございます、みたいな。私は何もしてないんですけど。そう、でもそれも、はい、実は神戸市も結構その、はい、なんか福祉の面でのアプローチって実は3年ぐらい、4年ぐらい前から僕やってて。そうなんですか。実はね、この間おそらく言ってましたね、東灘区の灘区民センターってあるじゃないですか。あ、はい。あそことか僕よ、もう毎年行ってたんですよ。そうなんですね。関係のあれで、うん。ただやっぱりなかなかそっちの方ではなんか進まなくて、で、今回その窓口に置くとか議事録作るとかで、うん、要はシビックテックの口で、ポンと UD トークが入ったのは、うん、なんか非常に、ああ、なんか今時だし、うん、大きな事例だなぁとは思ってますね。なるほど。うん、はい。そうなんですね。うん。そうそうそう。うん。非常に面白いですね。ねえ、そう、はい、うん。僕が東長田に行った時も、ちょうどなんか説明会をやってて、それに行ってますみたいなことを言ってました。うん、なるほど。そう、そう、あれ写真なんかやってるなと思って、あ、なんか楽しいなと思いながら見てた。なるほど、ありがとうございます。すというわけで、回答としては、うん、まあ、練馬の定例会に来てくださいということです。そうですね。はい。で、実際に、手話犬の人とかも、ね、連れてきてもらえるといい、ね。そうですよね。うん。ね、うん、最近会ってないので、ちょっと、久しぶりに。はい。わ、はいはい、うん、かりました。うん、はい。もう一つ、ハック MD の方に質問が来て、うん、はい、てますか。はい、今、UD トークはどのように発話しているんでしょうか。お二人がつけているイヤホンは、Zoom に占有されていますよね。机の上に iPhone を置いてあって、発話状態の UD トークが立ち上がって、マイク代わりっていう感じですかっていう、かなり、はい、使ったことある人っぽい。ですね、はい。その通りですね。はい、その通りで。今、僕も青木さんも、はい、ヘッドホンは Zoom につなげて、こんな感じで、iPhone 側はアプリを立ち上げて、別の形、こっちはもうマイクとかじゃなくて、直接拾ってる感じですね。そうですね。だから、この方法、なんかすごくいいですよね。もう完全に分離されてるから、うん、非常にこう、クリアに認識もされるし、うん、どっちが喋ったかってことが、わかるので、うん。そうですね。うん、ちょうど質問の次続きで、発言者の特定とか大変そうですが、どうされてますかっていうのは、うん、まさに、それぞれ使っているんで、そう、うん。特定がしやすいということですね。うん、そう。だから従来、こういう動画の生配信とかって、うん、それこそ聞こえない人って参加できなかったんですよね。うん、字幕がないわけだし、うん、うん、まあ、例えばこれで
で動画を流さなければ本当に口元も見えないわけだから何もないわけなんですよね。はい、そうですね。そう。だからこういう生の動画、うん、要はテレビ会議システムとか、うん、動画の中継なんかでこう字幕が出せるってことは結構画期的なんですよね。うん、その、その世界の中では。そう。でもこういうのをなんか、さらっとやるのがかっこいいかなと思って。そうですね。で、かつ、なんかやってる方もそんなに負担にはならないじゃないですか。うん、そうですね、うん。なんかそういうのが結構大事かなと。なんかアクセシビリティは受ける側じゃなくて、やる側も、大事かなと思って、そういうやりやすさとか。そうですね。うん、確かに。いちいちなんか、うん、例えばすごくお金がかかるとか、なんか準備に特別な機材が必要とかになってくると、やっぱりそのコストかけてみたいな、うん、になってしまうかもしれないですもんね。そうなんですよ。うん、だからテクノロジーの普及っていうのは、うん、その特別なスキルを必要としないとか、うん、それこそ誰でもできるってとこを目指すと思うんですよね。うんうん、今まで本当に専門職じゃなかったから、ないとできなかったことが、うん、テクノロジーによって誰でもできるようになるっていうところは、まあ、うん、ある種既得権益が失われるっていう非常に闇があるんですけども、はいはい、でもそれは別にね、どの世界でもそんな風にしてね、うん、テクノロジーは普及してきたわけなので、うんうんうん、なんかそこにアクセシビリティのところもそういうふうに考えていけばもうどんどんテクノロジーは活用していくべきだなとは思っています、うん、そうですね。この、はい、オンラインアカデミー自体も最初は UD トークとかも具体的にどう使うみたいなあんまり、考えてなかった時に青木さんがUD トーク使ってくださいっていうふうに声かけていただいて、で、ちょうど年始の、年末だか年始だかの時にちょうど第1回の前にね、どうやって使うかっていうのを2人でテストしてね。ですよね。これならいけそうですね、うん、みたいな感じで、うん始まりました。うん、まあそんな感じでサクッと、できていくっていうのは非常にこう、シビック的だなというふうに、うん。そうだと思います、うん。楽しかったですね、なんかこうテストしてる人とかも。ね、楽しいですよね。そう。はい、これをね、やっぱテクノロジーの活用を楽しんでもらえる人たちと出会えたのがですね、はい、僕がシビックテックに加わったことの一番の収穫かもしれないですね。そうですね。うん、まあ本当にこう、試行錯誤を楽しんでやれるっていうのは、うん、基礎的な能力なのかな。そう、だと思います。はい、というわけで、はい、コメント入ってますので、はい、はいはい、ますが、UD トークを親子で愛用していたら、聴覚障害の息子が海外で働きたいと言い始めました。開発者さん応援しています。今日も親子で見ています。いやー、ありがとうございます。いやですね。そうなんですよ。海外でのアプローチってのがですね、うん、やっぱりこういうテクノロジーの一番こう、入っていけるとこなんじゃないかなと思うんですよね。はい、うん。そう。だからどんどんなんか、ね、いろんな多言語コミュニケーションのところで、こういうのを活用していけるようになると、はい、本当にいいかなとは思ってますね。うん、そうですね。そうですね。UD トーク自身、その翻訳機能もありますからね。実際、台湾で大活躍していました。うん、はい。ちょっと補足をすると、台湾でと言っているのはですね、昨年、台湾でガブゼロというですね、すごく大きなシビックテックのコミュニティがありまして、非常に活発に活動しているんですけども、そこがやっていたガブゼロサミットというですね、まあ、インターナショナルカンファレンスですよね。そこに、青木さんの UD トークを採用してもらってですね、まあ、まさに UD トークを、パネルとかプレゼンテーション、の中で使ってもらっているので、UD トークで翻訳機能を使ってですね、そのリアルタイムに、翻訳のものが見れるということで、私自身も非常に役に立ったものでした。うん、あれは本当に早かったですね、ガブゼロはね。ガブゼロもやっぱそういうね、試す力っていうのはすごいですね。うん、すごいですよね。だって2週間ぐらいですもんね、あれ、うん、コードフォージャパンサミット終わってから、もうすぐの時にもうやるって言って、そう、あのスピード感はちょっとね、うん、日本もっと頑張れよみたいな感じで。そうですね。いやー、うん。あれは本当に僕の中でも、こう、うん、なんかそれまではちょっとやっぱり自動翻訳とかって自分でもどうなのかなみたいなとこはあったんですけど、うん、やっぱあの事例ができて、うん、使う人がちゃんと使う気になって使えば、うん、やっぱある一定の効果はあるなってとこで、結構今僕自信持って、ああ、もう自動翻訳で、うん、活用はできますよっていうふうには言えるようになってますね。やっぱ実体験とか実際の運用事例っていうのは非常にでかいですね。うんうん、まあ、この
この配信自体もね、英語で聞こうと思ったら聞けるわけですからね。そうなんですよ。うん。はい。うん、ありがとうございます。はい。また別のコメントが入っています。うん、今、本当、省内で、音を出せないし、イヤホンもあれなので、字幕眺めながらズーム見てますと、活用していただいてますね。いや、いいですね、はい。そう、そうなんですよ。音が出せる環境っていうのが実はないんですよ、意外とね。うん、そのヘッドホン忘れてるとか、持ってないとか。うんうん、そう、だからもうあらゆるものに字幕つけた方が、うんうんうん、その機械損失がなくなるんですよね、うんうん、それこそ CM なんかにも字幕全部ついた方がいいと思うし、うんうん、テレビなんかでも結構字幕付与率は結構高いには高いんですけども、うんうんうん、もっとなんかどんどん気軽につけていってもらえるといいかなとは思いますよね。そうですね、うん、はい、よく言われることで、まあ、ユニバーサルデザインとかっていうのは、うん、こう障害を持ってる方だけのためのサービスじゃなくて、まあ、そういったことをやることで健常者自身もどんどん便利になっていくっていう、うんうん、まさにそういう姿が今、うんうん、コメントでも出てるなって感じですね。そうですね。だからアクセシビリティっていうのは、うん、なんかいわゆるそのアクセスしやすさとかなので、もちろん受け取る方もそうですけど、発信する方がより考えて、うん、どうやったら伝わりやすいかとか、どうやったらこの人に参加してもらいやすいかとか、はい、うん、うん、なんかどうしてもその日本だと障害者支援、なんか障害者の自立みたいな形で、うん、そのなんかバリアフリーみたいな感じで言われるんですけども、うん、やっぱりアクセシビリティとかユニバーサルデザインは考えるのは主催者側だなと僕は思うんですよね、うんうん、で別にそこで、ね、そのアクセシビリティで用意したツールをなんか一人が使おうが、うん、1000人が使おうがやることは変わんないわけなの で、 そうです、ね、うん、そう、どうしてもそこでなんか、じゃあこれ何人が見てるのとか何人が使うのってことを言いがちなんですよね、うんうんうん、でもそうじゃなくて、このなんかせっかく主催してやるんだから、この話を一人でも多くの人に分かりやすく持ち帰ってもらいたいというところで、アクセシビリティをなんかみんなで考えていただけるといいのかなと思いますね。確かに、はい、なんかもうイベントでは使うのが当たり前みたいになってくと、うん、ね、そう、うん、だといいんですよね。うん。まあ、少なくともコード法ね、今僕がやってる限りは口うるさく、字幕つけませんかとか言いに行くので、はい。逆に他のコード法の方なんかでも、ちょっとイベントで字幕つけたいなって方があったら、はい、レクチャーしてですね、その、自分たちでできるようなとこまで、僕らで持っていくようにはしたいと思います。うん。うん、そうですね。ぜひ、これを見ている方で、イベントを考えてるとか、各コード4のコミュニティで、使ってみたいという方がいたら、ぜひ青木さんに相談いただければと思います。うんうん、ね、ちなみに、私も、今度2月10日に、神戸市でですね、神戸市が主催で東京で開催するガブテックサミットというやつがあるんですけども、そこにも、ぜひ使いましょうということで、対応を決定しております。そうです。はい。うん、はい、こんな感じでどんどん、うん、使われていくといいなというふうに思っています。うん、なので、もう本当に、例えば Code for Nantの方がもう使ってくださったりとかですね。うん。それこそなんか、共に考え勝手に使うでいいんで。勝手に使う。そう、勝手に使うでいいので、はい、もう、うん。だからおそらくこのシビックテックやってる方だったら、うん、むしろテクノロジーとか、まあ、こういうアプリと対策とかすごく慣れてると思うので、うん、もうどんどんもう本当に勝手に使うみたいな感じで、やっていただけるといいかなと思ってます。はい、うん、ありがとうございます。はい。はい、皆さん、他に質問があれば、まあ、ちょっともう一つぐらい分けられるかもしれませんが、うん、そろそろ時間が来てるので、はい、まあ、これからの、まあ、Code for練馬でも個人的なものでもいいんですけれども、うん、何か、今後の抱負というかですね、なんかこういうことやっていきたいなみたいなのもしあればお伺いしたいなと思うんですけど。それもね、よく聞かれるんですけどね。はい、まあ、うん、うん、まあ、とりあえず Code for 練馬は、うん、続けていきたいなと思ってます。うんうんうん、つまり、まあ、今年で2年目に入るので、はい、こう、1年間振り返って、まあ、活動してきた内容とか、あとペースとか、うん、そういうのもちょっと振り返って、まあ、より良いちょっと活動方針とかですね、そういうのはちょっとやっていきたいなと思ってますね。うん。うん、であとは、やっぱもっと他のシビックテック団体と関わりを持って、はいはい、うん、で、その、まあ、Code for練馬が、一番強いのは、それこそやっぱアクセシビリティなんですね。はい、その障害者の方の参加があるとか、うん、こういう
参加のしやすさ自体を課題として抱えてるっていうのは、なんか、割とコードフォン練馬の特徴かなと思ってですね。逆に大きなプロジェクトがない代わりに、課題解決は内側からやるみたいなところで。はい、うん、なんかそのあたりのノウハウが溜まってきたら、本当他のコードフォンとかシビックテック団体にも紹介したいなとは思ってるんで、うん、そうですね。やっぱ外との関わりを今年ちょっと持っていきたいなとは思ってますね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。そうですね。皆さん、まあ、例えば聞いてる皆さんが、コードフォー練馬のイベント、興味あるな、次回参加したいなと思ったら、アプリをインストールするのがいいんですか？ですね、はい、まず次の、イベントは、2019年2月19日になります。2月19日。はい、うん。で、そこに、アプリをインストールしてきていただけると、はいはい、楽しくチェックインができると。そう。まあ、アプリでも情報配信はしてるし、はいはい、Facebook ページでもホームページでも、そのイベントの連動が、うん、イベントの情報が公開されてるので。なるほど、なるほど。そう。まだそれが今、一元管理できてないのはちょっと面倒くさいので、そこの課題を今度解決しようっていうふうな感じで、動くというですね。はい。はい、うん、そう。うん、アプリに関しては、ちょっとアイコンがあるだけで結構気分が上がるかなっていうところよね。確かにそうですね。そう、うん。はい。アプリは本当にそのうちオープンソース化ぜひしてほしいなと。そう、僕も横展開してちょっと使ってもらいたいなと思ってるんで、はい、まあ何かしらのちょっと形をとって、やっていきたいなとは思っています。はい。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます、うん。というわけで、まあ大体時間になりました。はい。今日本当にたくさんの人に参加いただいた。うん、いや、ありがとうございます。含めて20名を今。はい。うん、もう練馬がいかにこう、素晴らしいか、楽しいかをちょっとですね。やっぱりいろんな人に参加してもらえるってだけでも、やっぱり懇親会が楽しくなるんで、はい、そうですね。そこは全てですよね。うん。そうですね。懇親会非常に大事ですよね。そう。もう聞こえない人、見えない人がごっちゃ混ぜになって懇親会いるので。で、やっぱ懇親会でもユディトーク使ってるわけですか？あ、もう使ってますね。はい。もう酔っ払う前にですね。ちゃんと使って。でも懇親会なんかでもユディトーク使ってコミュニケーション取ったりとかですね。うん。なんかそういうインクルーシブな感じでやってると自然と話しかけ方とか、はい、こういうふうに話すってことが身についてくるので、はい、うん、なんかそういう場は大事にしたいなと思ってますね、これからも、はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、今日は以上としたいと思います。本当に、1時間あっという間ですね、はい、1時間あっという間ですね、うん、本当にありがとうございました、貴重な音響、はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんの、はい、心の、拍手も聞こえております。はい。次回はですね、シビックテックアカデミーは、コードフォーサガの牛島さんに、参加していただける予定になっております。2月6日5時半からですね、またイベントページ等で、報告していきますし、HackMD のところからですね、前回の記録みたいなところ、に、今後の予定とかも含めて入ってますんで、そちらをチェックしていただければと。もうすでにページ自体はありますんで、参加していただければ幸いでございます。はい。最後にコメントで、関さんのムーディーな背景が気になるというふうにありますけれども。今日は合成じゃないんですか？はい、今日は合成です、ね。はい。今日なんか PC から合成する場合にですね、なんか後ろの背景が暗すぎると、なんかうまく合成できない。うん、なるほど、なるほど。はい。はい、今日は、いつもいる千空霞が関というところからお届けしました。はい、背景重要ですね。僕すごい初対人見てますよね、背景ね。こっちから出る人はちょっと背景の演出も考えて。そうですね。撮るがいいですね。はい。ズームの機能では、そのバーチャル背景みたいなのがあるんで、うん、それを使うと面白い背景出せます。ね。うん。はい。うん、はい、というわけでした。次回、ちなみにコードフォー佐賀の牛島さんには、まさに九州エリアでの、各地のコードフォーのコミュニティの盛り上がりみたいなことをお話ししていただく予定ですので、お楽しみと。あと、今日の配信の模様は、後で YouTube でですね、字幕付きで公開される予定になってますので、途中から参加したとか、あと、他の人にも知らせたいという人は、その YouTube の方をお待ちいただければと思います。はい。
はい、というわけで、第2回、はいというわけではい、シビックテックオンラインアカデミー終了いたしたいと思います。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。はい、はい、バチバチはいはいはい、はい、では終了します。皆さん、終了します。さよなら、はい。